吉川英治記念館は、作家、吉川英治の資料を展示する記念館。公益財団法人、吉川英治国民文化振興会が、東京都大梅市内の吉川旧宅跡で1977年に開設した。来館者の減少に伴い、2019年3月に閉館。財団から庭園を含む約5000平方メートルの土地や建物、 1> 約1万1400点の資料の寄付を受け、大梅市が事業主体の大梅市、吉川栄治記念館として2020年に再開館した。居宅には吉川が使用していた書斎が残り、大梅市の浜中圭一市長が開館前に学術的な施設というより観光資源と位置づけ、他の観光施設とも連携して来館者を増やしたいと話したように観光地の指定の活用が目指された。 開館後は、同市の勝沼城跡、垣城跡などの城跡の御城院の配布などで来館者数を伸ばしている。敷地内には、長屋門、母屋、離れ、土蔵、資料館が立つ。資料館は、谷口義郎の設計で1976年、竣工。吉川が、戦時中の疎開のため1944年から1953年にかけて住んでいた。 吉川は、総指導と名付けていた。ありがとうございます。